世界ウェタイスーパーウェルター級チャンピオン佐藤義弘選手の入場です。並びにファンの方より花束が贈られました。スペシャルエキシビションマッチリーグ2回戦を行います。アベコーナの WKA 世界元ムエタイスーパーウェルター級チャンピオン名古屋 JK 風所属佐藤義弘。チャンピオン、谷山事務所属、木戸康弘。
1分経過、1分経過、ワンミニッツ、ワンミニッツ、ワン。Thank you.
の地方戦を、チャンスを見て週に1回から週に2回の練習に変えました。はい、おいおい、はい、すいません、キーちゃんです。あー、いいね、これ分かってる、分かってる、分かってる、ありがとうございます。はい、すいません、皆さんこんにちは、スターです、僕らスターです、 K-1 のスターです、すいません、勝負、ありがとうございます。いやー、そして僕ら7年前に、TBS で行われた K-1 ワールドマックスで、はい、一回ね、試合してるんですよ、佐藤さん。そうなんですよ、事実上のあのリザーブファイトの決勝戦というね。そうですね、はい、あの時は、僕が勝ったんだよね。そうそうそう、あの時は僕が勝った。記憶が飛んでておかしくなってる。あ、僕が、僕も倒されたんですけど、まあ、結果的に壮絶な K-1 勝ちです。あ、その試合の、それでもね、言ったようないの話になっちゃう。まあまあまあね、まあ、お互い良かったということで、まあ、僕はまだちょっと現役でやらさせていただいてるんですけど、まあ、ビッグマンを、シーンもやらせていただいてて、そうですね、6月24日に、K-1 ワールドグランプリの方に、僕出場になりました。でかすぎて意味がないんですよね。でかすぎて、わたび174cmぐらいなんで、もうでかすぎて全く意味がない。避けてるはずなのに当たってるって感じなんで。なんか今日わたび君もなんか来てるっていう噂も。そうですね。うん。来てたんすかね。どうですかね。こんなん見てるんすかね。渡辺君。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。後ろ返しって言うよ。はい。そうですね。今日はなんかもう。全席完売みたいなんですけど、まあ、当日券とかあるんですかね。ないです。大人気ということなので、皆さん、チケットの申し込みは早めということで、見に来られる方、僕、今回もナイスな煽り映像を撮らせていただいたんで、最高な煽り映像、テレビ東京さんでも、ね、放送されるということなので、皆さんよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。昔のね、K-1 ワールドカップで活躍した選手は今年山本優也が、今日セコンドついてくれたんですけど、山本優也が引退して、去年僕も引退して、まあ、唯一に今残ってるのは、木戸と、あとは平田君と、ジェームスと、中島君あたりなんで、ようやくこう、K-1 マックスを背負った、第一人者が、こうやって K-1、新しい K-1 に出ることがあって、僕もとても嬉しく思っています。もうちょっとその話しましょう。もうちょっと、もうちょっと。まあね、かかるね、こう、新しい K-1 が復活してから、なかなか出られなくて、まあ、結構いろいろ辛いもしたと思うんですけど、まあ、今回6月24日にね、とうとう木戸が出るということで、まあ、満を持して出る感じがありますので、ね、まあ、僕はすごい楽しみだし、まあ、でもあんまプレッシャーに、ね、なっちゃうとね、はいはい、もうやめましょう。皆さんありがとうございました。どうもありがとうございました。木戸が木戸選手、佐藤芳乃選手ですね。今一度大きな拍手をお願いします。